皆さんこんにちは、あぜんちゃんです。ということで、お待ちかねのプロスピセレクション第2弾が登場しています。いや、改めてね、このメンツの豪華さ、なんで1弾と分けなかったのかと突っ込みたくなるような、まあでもそれくらい超豪華なラインナップになっています。その他で言うと、無料10連来てますね。毎週無料10連ということで、別に S ランク確定ではないっぽいです。まああとはミキサーが来て、まああとこれすごかったよね、プロスピパークのお詫び。なんとランダムボックス獲得数かけ3エナジーということで、めちゃめちゃ走ってた人はマジで1000エナジー超えぐらいもらってます。いや、これね、もっと走っとけばよかったねって後悔するよね。自分もあんまり走ってなかったんで、あんまりもらってないです。それでは能力見ていきたいと思います。まずオリックスが山本由伸選手ということで、ステプラス1ですね。そこまで大きくは変わっていません。まあもともと高いんでね、そんな上げるところもないというか、9スターエイド値の制球81ということで、もう言うことないです。でね、まあ球種も、もちろん強いですし、今年から超奪三振賞キレ対強打者ということで、もう最強です。いや、由伸さんのセレクションはね、あれあんまりイメージないけど、どうなんだろう、結構アニバで出てるイメージ強いんで、まあ、割と貴重なのかもしれません。続いてギータなんですけど、オール A に乗せてきました。通常の能力プラス1だったら、ミートが79だったんですけど、プラス2ということで、もう無理やりオール A に乗せてきちゃってますね。またまたオール A のギータ復活ということで、オール A の全動値も狙いやすくなってます。まあ、ライトも C、センターも C、特能も強いということで、いや、ギータのセレクションもやっぱり映えるよね。今年はもうほんと久しぶりに、アニバーサリーが、まあずっと千賀柳田っていうのが続いてたんですけど、今年はその二人が外れるということで、まあどうなるのかと。いやー、でもやっぱセレクションギータかっこいいわ。そして西武、おかわりくんです。能力予想がね、結構当たってるんじゃないかな。ミート73、パワー77予想だったんで、もうほぼほぼ当たってますね。ミートパワー B 同値狙えるし、パワー A 狙えるし、まあこれちょっと西武純正の人はね、取ってた方がいいんじゃないぐらいの、強さです。サードが D、 ギリ C にね乗せることはできません。アーチ広角存在感、ここはギータと全く一緒かな。いや強いね。いや、この時点でマジ強い。続いて楽天、早川選手、エステプラス1かな。完全制球型の、球威スタミナが76、球種が全部で6球種で、特殊能力がこんな感じ。いや、特能と能力はいいんですけどね、まあリアタイで強いかと言われると、まあそうではないかなと正直思うので、まあ純正とか、まあリーグ向けの、そういう能力になっているかなと思います。続いてロッテ安田選手です。安田選手結構能力上がってますね。ミートプラス4、パワープラス2ということで、B 同値狙えるようになってます。ここは結構でかいですね。で、何よりやっぱり特殊でサード B、 ここがでかいと思います。で、特殊能力、選球眼、パワー比、粘り打ち、強いですね。まあ、もうちょっとパワーの上がる特能があればね、まあ、言うことないんですけど、まあ、全部出た時、この能力でもね、十分捨ての上がり幅大きいんで、まあ、意外とね、使いやすい選手なんですよね。そして日本ハム、宮西選手ということで、宮西選手はね、まだ通常出ていません。で、何よりこのユニフォームいいよね。この特別仕様の、このね、ユニフォームね、もう印象的だよね。で、9A に乗せれて、9正規の B どっちも狙うことできます。で、まあリアタイ性能は言うまでもなく強いですね。タイピンキレ外角ということで、まあ外角配球、右バッターだったら結構することあるしね。いやー、ここの時点もパリーグだけで豪華です。それではセリーグ見ていきましょう。まずヤクルトがサンタナ選手ということで、いや、サンタナもね、強いんですよね。もともとパワー A 乗ってますし、ミートも76、まあ、ちょっと守備能力はね、まあまあまあなんですけど、まあ特殊能力、超広角、選球眼、満塁男ということで、サンタナのね、一番いい起用法はやっぱり満塁での代打。それで全部発動したりするともうとんでもないことになるんで、サンタナやっぱ広角ラインドライブですしね、使いやすいと思います。続いて横浜、伊勢選手、この写真の躍動感がいいよね。デフォルトで 9A 乗ってます。一応9位正規の B どっちもね、狙うことできますね。で、球種が全部で7球種で、今年からね、超タイピンチ持っているということで、まあ、伸びきれもね、強いですし、意外と強いんじゃないかなと、リアタイでは思ってます。まあ、リーグでもね、普通に元から A 乗ってますし、いや、伊勢選手もね、今年から使いやすいですね。そして大山選手、大山選手もね、なんとミートが4も上がってます。いや、これでかいよね。
ミートパワー78のどっちも組めるし、パワー A はねパワープラス1でいけるし、一応走力 B も狙えるっていう、これはね阪神純正取ってた方がいいんじゃないかなと思います。ファーストサード C、 レフトライトも守れる、広角アーチということで、まあ、写真もかっこいいですし、いやーこれ欲しいね。続いて巨人中田選手、中田選手はね、杉谷さんの動画で、まあ、能力は分かっていたんですけど、今回ミートプラス4が多いのかな、中田選手もプラス4ですね。元からパワー A 乗ってますし、ファーストも B 乗せれる、まあ、守備能力はもう言うまでもなく高い。特殊能力パワーヒップル比連発ということで、まあ、正直ちょっとここの部分でね使いづらい部分っていうのはあるんですけど、まあ、初めて、巨人の、セレクションバージョンということで、いやかっこいいよね。続いてカープ床田選手です。9位スタミナの A ドッチ狙いやすくなってますし、請求プラス1でオール B の全ドッチも狙うことできます。まあ、リーグオーダー的にはもう言うことないですよね。これで中継ぎできるんで、でもちろんリアタイ的にも言うことありません。まあ、今年からね、シンキングスプリットと、シンキングファストの、投げ分けができるということで、まあ、これに超大ピンチキレコントロール強いね。いや床田選手もね、まあ、由伸さんとまでは言わないんですけど、まあ、ただリーグリアタイともに、使いやすい選手となっています。そして最後はライマルということで、ライマルもね、まだ通常の S ランク登場していません。9位請求の A 同値、84の A 同値組めるということで、これリーグ勢は決めたいよね。でもちろんリアタイ的にもね、ちょっとツーシームいいっていうのは気になるんですけど、まあ、その他球種も文句ないです。球速も文句ないし、特能も超高速球伸びタイピンって強いね。ライマルももうリーグリアタイの二刀流です。さあ何回も言うようですけど、もうバケモンみたいな、メンツになってます。もう狙い多すぎるよね。吉信さん、ギータ、おかわりくん、宮西選手、サンタナ、大山選手、床田選手、ライマルかな、欲しいのは。もうこれだったら誰でもいいぐらいですね。まあ、とりあえずこの毎週無料10連を引いていきましょう。別 S 確定じゃないんで、特に面白い引きじゃなかったら、飛ばしてると思います。さあ見せる価値もないクソ引きでした。いやいいんですよ、そっちで神引きするよりこっちで神引きしたいんで。とりあえず60連します。まあ絶対それ以上引くけど、まあ、とりあえずこの動画ではっていうことね。いやもう確定外からもバンバン出て、もう狙いの選手引きまくって、まあ、それをね、まあ、育成して動画にしてみたいな、もうそういうプランでやっておりますので、演出渋いな今のところ。まあまあまあ10連は、まあ、10連はこんなもんよ。まあ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 落ち着こうみんな。もう今ので、悪い運使っちゃったんで、もうここから、もうここからはもう上がっていく一方、もう伸びしろです。いやーでもね、セレクション2段引くつもりなかったっていう人も、もしかしたらその、パーク走っててね、めちゃめちゃエナジーが戻ってきたみたいな、多分そういう人もいると思うんで、そういう人はもう臨時収入だよね。もう全然10連分、30連分とか多分もらった人もいると思うんで。ということで、今のところ激渋です。まあまあまあ、とりあえずもう狙いの選手が出てくりゃいいから。さあ、フィーバー。俺初めて見たかも、この超調子くん。超調子くんって何？もう一個ぐらい、もしかしたら S ランク演出あったら、複数枚引きとかも、あるのかなとは思ったけど、これはなさそうね。いや、いきなりギータでもいいよ。全然記者来て。まあそんなことはないか。まあ一応ね、2枚引きの望みを、あれしながら、2枚引き、安田選手の伏線か、今のは。もう1枚ランクということで、いきたいと思います。最初の確定。もう狙いの選手多いんでね。もう半分以上狙いの選手なんで。カモン。でかいサンタナめっちゃ欲しかった。実は初の S ランク。今までね、持ったことなかったんですよ。サンタナでかいな。使ってみたかった。嬉しい。よかったー、マジで。結構悪い流れだったから、狙いの選手来ないような気もしたんですよね。まあまあでも、とりあえず1人回収できただけでも、でかい。40連も来なさそうだね。なんだろうね、確定外がひどすぎるんだよな毎回毎回。1段もね確定外ひどかったんで。ということで50連目、おーっしゃ S ランク来た。確定外やっと引けましたよ。確定外60連目の前に、これはでかいね。さあリリース。さあこれでセレクション、問題はセレクション引けるかどうか。頼むよ、マジで。マジで。確定外から通常は意味ないんだからね。さあ、西川龍馬選手。ここかな？おお、かわりくん、なかなかいい引きなんじゃないか？
いおーもう一枚と思ったけど、なんか大瀬良選手よう来るな。いやーでかいぞこれ、50連で狙い2人。やっぱ広角アーチ多いとなんだろうね、こう見栄えいいよね。ということで、いや一番欲しいって言われたらやっぱこの2人かな。うん、結局吉信さんのその尻は持ってないんでね、ここでちょっと吉信さんドンピシャで引いて、さあ良いきなり S ランク演出。さあ長子くんからの階層に入って、もう一丁来る、もう一丁来ない。いやーマジか、まあ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 2枚引きはなさそうね。うん、さあ最後、一応この動画は最後です。どうなるか、連続周東選手からの確定が A ランクもなさそうね。ということで最後、吉信さんかギータどっちかぶち当てて終わりたいと思います。カモンカモン、おなんでかぶるん。